ザ・クラフツメン YouTube をご覧の皆さんに次回の本編先出し。現在自宅に乗って帰れるまでカスタムが進んだシティバン。どうでした？前回初めて家族に見せるのを楽しみに帰宅しました。そしてこの日初めてシェビーバンで倉庫にやってくる太一さん。しかし予定時刻を過ぎてもなかなか到着しないようで。来た来た。あ、やっと来た。ああた来た。よかったよかった。8時半ぐらいには家出たんですけどね。うん、うん、やっぱりお時間かかるもんですね。運転に慣れていなく遅れただけでした。しかし運転中に気になることがあったそうで。それがさ、意外と見られなかった。本当、自意識過剰な感じになっちゃった。見てねえし、見て見てと思ってたんだけど、あんま見てくんないの。いや、でも絶対見てると思いますよ。見てんのかな、うん、すごい。今だって入ってきた時も可愛かったもん、うん、可愛かった。でも街に馴染んでるね。あ、本当思った以上に、うん、気づいたんですけど、俺見れないなって。そうなんですよ、うん、車のオーナーは見れないんですよ、自分の車の姿。俺見れないんだと思って。でも、うん、すごいいいです。乗ってる感じは、エンジンも本当絶好調で、うんうん、今音も全然良かった、うん、いや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 、よかったよかった。いやいや、よかった。なんとかよかった、無事来てくれて。来た来た。待ちくたびれた。そう、待ちくたびれて。いや、何かアクシデント期待してたんだけど。そうそうそう。でもドキドキだった。もうさ、オーディオもついてないから本当にストイックに運転してるだけなんだけど。いや、もう最初はね、車の音を聞きながら ね、あまりにも途中からストイックだなこれと思いながら来て。いや、でも本当何の問題もないかな。ああ、そう。いや、だってそれは若さんがさ、優しくてさ、帰り来てくれたじゃないですか。途中まで本当に心配だったもん。で、もう本当俺外観のところでグッバイしたけど、心配で大丈夫かなと思いながら2周してましたね。え、何で感情が膨張してて、感情線2周、感情線2周しました。いや、でもちゃんとみんな大丈夫だったとか連絡くれてさ、山ちゃんもみんな本当なんか俺のこと初めてのお使いの人みたいに途中から。無事に帰宅した太一さんですが、運転中何やら違和感があったよう。ちょっとあれなのかな、右に車自体がちょっとあれなんですか。そんなことないのかな、俺の癖なんですかね。右の方にこう、右は寄りやすいですよ結構。あ、そうなんだ、うん、心理的なものというか。そうそうそう、うん、あ、だからか。最初自分がセンター走ってるかどうか分かんないですもん、幅も広いし。そうそう、ミラーで白線見ながら調整して、うんうん、そして路上デビューを果たしたシェビーバン、大きな一歩を踏み出すことができました。さて太一さん、ふと思い出したことがあるようで。次回のザ・クラフツメン、乗れるまでカスタムが終了し公道を走った太一さんは、この車遅くね、うん、さらに家族会議で側面、うん、家族会議の結果内装カスタムが急展開。車カスタムはついに太一さんが一番気になるところに着手するも、あ、なめた。金曜夜9時放送。